はいどうも、世界一ストイックな怠け、ちょっと近いな。はいどうも、世界一ストイックな怠け者、てけてけです。はい、トスで、今ガチャに並んだばっかりのこのガラハッドちゃんですが、まあ、このキャラクターを登用するかどうかにあたって多くの人が気になるポイントといえば、まあ、ハンニバルとどっちがいいのっていう部分ですね。はい、ここ気になってる人かなりいると思うので、今回はこのハンニバルと、はい、ガラハッドですね、この2体について、ギカ金編でもともとハンニバル持っていたのでガラハッド登用してきて、一緒に対人戦戦わせてみて、まあ、どんなパフォーマンスの違いが出るか見ていきたいと思います。今回の動画ではまずは、はい、デッキにハンニバルとガラハッドだけ入れて、まあ、敵の攻撃をある程度受けてみて、まあ、どっちが先に耐久持たなくなってしまうかっていう耐久テストを重点的にやっていこうかなと。で、まあこういう2体デッキじゃなくて、ちゃんとしたデッキにハンニバルとガラハドちゃん入れて対人戦どうなるかみたいな、まあ実際の乱戦の中でのよりリアルな対人戦の立ち回りについては、この次の動画でお届けしていく予定ですので、まあ、まずは、まあ、基礎能力というか硬さチェックだったり、シュシュの敵の攻撃パターンにどんな風に対応するかっていうところを見ていきますか。はい、で今回ハンニバルのステータスが1000万の戦力で、細かいステータスがこんな感じになっており、一方でガラハッドの戦力が約900万で、細かいステータスがこんな感じになっているという感じで、まあ、ちょっと100万くらい戦力差ありますが、これ中身見てみると、まあ、HP はガラハッドの方が高くて、まあ、これに関しては体力違いハンニバルよりガラハッドの方が高いので、まあ、HP が高くなる想定、まあ、今レベル187なんで、はい、それに見合った HP 量ハンニバルに対してガラハッドが勝ってるような設定にしました。で同様に防御力なんかに関しても、ガラハッド59万2000に対してハンニバルが69万と、はい、これもハンニバルは防御力パッシブを持ってるので、はい、スコア考慮に入れた値の差になってます。で物理防御ハンニバルが110万8000に対して、はい、ガラハッドが105万6000、はい、これに関しても筋力値がハンニバルの方がガラハッドより高いので、その分だけ物理防御力が高くなるであろうと。まあ、戦力100万違うのは、攻撃力が87万から136万のガラハッドに対して、ハンニバルは110万から196万と、まあ、攻撃力の分が乗っかってますね。まあ、ただ今回耐久テストなんで、まあ、攻撃力の方はあまり気にせずっていうような感じでやっていこうかなと思ってます。はい、ということで、そんな感じでハンニバルとガラハドちゃん揃えて耐久検証をやっていきたいと思いますが、はい、今回はビカキンのスーパー検証班、略して SKG グループのメンバーと一緒にやっていきたいと思います。よろしくお願いします。まあ、いろんなパターンで殴ってもらえたらいいんで、デッキはみんなに任せて適当にやっていきますか。次、リレーさんいきますか。エビちゃん1300万。かなり格上ですね。さあ、ガラハットと似た東波6ターンの耐久ができるエビちゃん、見ていきましょう。はい、スキル1、ガラハットが先手で打っちゃうんで、ここで長老5ターンになっちゃいますね。なんで 75% カットの東波、長老じゃなくて東波でした。失礼しました。で、90万のダメージ、ハンニバルがスキル1エビちゃんから受ける形。そう、攻撃がね、エビちゃんブレてくれないんで、90万100万と、はい、座薬撃砕とノーマル攻撃でそのぐらいのダメージを受けてるっていう感じですね。援護付きで、はい、さらにハンニバル武将に強い聖護バフつけられるんで、そこも効いてますね。まあ、ただ今回それは2人についてるんで、はい、2巡目のスキル1、いやこれは痛い。あ、ガラハットの方が受けるダメージ大きい感じありましたね、2巡目になると。はい、ただ見てもらうと、今ガラハットの反射でなんとエビッちゃんを倒すというような結果となりました。ここで出てくるのがガラハットが持つパッシブ反射。まあ、ハンニバルと違って2巡目耐久力が一気に落ちてしまうんですが、その分反射で相手に一矢報いることができるっていうのがこのガラハットの特徴になってます。いや、もうこうやって見ると似てるようで全然個性違いますね。いや面白い。さあ、お次フルメタル紅さん、聖護剥がしの攻守班、そして大谷氏と、はい、大谷氏2000万ですね。格上大谷氏、はい、大谷氏の細かいステータスはこんな感じになってます。さあ見ていきましょう。まず、はい、ダミーの青バフいっぱい持って、まあ、攻守班に剥がされないようにしていきましょう。はい、東波と長老残って、長老と援護残ってますね。はい、しっかりダミーで攻守班の剥がし耐えました。でまたダミー2個増やして、はい、大谷氏のスキル1、東波5ターンになってるんできついですが、しっかり耐え切りましたね。2000万の大谷氏のスキル1、これはすごい。撃砕つきながら耐えていきました。さあ、大谷氏のスキルにはどうか。援護状態のハンニバル、そして残り東波4ターンの、はい、ガラハット、はい、100万のダメージ、さすが硬いですねハンニバル。いや、めちゃくちゃ硬い。いや、前段耐え切りますねこれは。はい、耐え切りました。わずか100万ぐらいのダメージ。まあ今の部分に関してはガラハット残り4ターンの東波だと厳しかったでしょうね。簡単にやられていたと思います。はい、まあ、やっぱりハンニバルの聖護援護が健在の時の硬さ、めちゃくちゃわかりやすく健在ですね。まあハンニバルはハンニバルで聖護援護なくなったら簡単に落ちちゃうんですが、あれ5ターン目で耐久力落ちたとこ殴られて落とされてしまいました。やっぱり硬さだとハンニバルが1枚上手っていうような感じありますね。さあ、クーチャマ、はい、小王からのリコーと、はい、いう感じで、一応得意の臨床値ベース防御持ち攻撃ができるリコー相手ですが、細かいステータスはこんな感じになっており、あ、でハンニバルめまいになっちゃいましたね。ガラハットはしっかり状態状態性の高さで防いでいきました。はい、ここら辺の開幕前衛に置いた時にハンニバル足止め食らってしまうことがあって、はい、そうするとこんな感じで耐久力一気に落ちてしまうので、いやこれはきついですね。リコーに攻められて1回分ダメージ無視使わされてしまいました。
この状態状態性の高さなんかもガラハッドの魅力になりますね。はい、でやっと援護が入って、ただ HP が低い状態になっちゃってるんで、これリコに、あ、ガラハッドのナイス回復出ましたね。スキル2の一気にほぼ全開まで回復しました。はい、なんで 50% 以下だったらリコをクリ率 50% 上げながらクリティカルが出た場合には成功バフ剥がしができたんですが、はい、ガラハッドがそれ守る形になりましたね。いや、めちゃくちゃいい相乗効果。はい、ただ踏破がどんどん減っていって、ガラハッド不利な状態になっていく。はい、5ターン目リコの聖護残影剥がして、はい、ただガラハッドに攻撃しちゃいましたね。ただ弓章の攻撃踏破一旦でもめちゃくちゃ耐えますね。耐え切りましたね。いや、さすが格上のリコの攻撃、ガラハットをたった踏破一旦で耐え切りながら、はい、スキル2で、あ、今の攻撃当たってれば落としてたかもしれませんね。はい、結局はハンニバルが手柄持ってきましたが、まあ、これはガラハドちゃんの手柄ですね。完全に対弓章戦ではガラハドの耐久めちゃくちゃ光る形となりました。さあ、お次落ち舞さん、はい、章が出てきて劉備が出てきてからの、はい、大谷氏1600万の予選、はい、応援で俵とたちゃん1200万とでバッファーが出てきて、はい、っていう感じになっていて、まあ2対多数ですが、まあ、ここら辺の前のアタッカーたちの攻撃どこまで耐えられるか見ていきますか。はい、ちょっと実戦に即した形ということでガラハットを後ろの方に持ってきました。そうすれば踏破が6ターンの状態で場に長く居座れるので、さあスキル1どこまで耐えられるか。はい、大谷氏のスキル1、はい、ガラハット踏破6ターンで、いや痛いっすね。6ターンでも、うわ、落とされましたね。はい、蓄力とコブが乗った、しかも重ね掛けの大谷氏の攻撃は耐えられませんでした。まあ無理ですよねこれは。はい、ハンニバルも楽々落ちると。はい、ハンニバルが大谷氏バフ盛り状態を受け止めるとどうなるか見ていきますか。まあ、ハンニバルも同様の結果になりそうですね。はい、親父のスキル1、うわ、一発で半分。はい、ただクリティカル抑制が働いて、はい、火力の爆発ある程度防いでますが、あ、ギリ耐えましたね。はい、まあ、やっぱり新月のクリティカルを抑制する機能のおかげで、まあ、クリティカル連撃はなんとか抑えて、まあ、ギリギリ瀕死状態のところで生存して、まあ、妖精の攻撃で落ちちゃいましたが、まあ、踏破6ターンのガラハドちゃんよりハンニバルの方がバフ盛りの大谷氏の攻撃を耐えたことがわかると思います。うん、血ダメージ無視なんかで一度 HP 確保しに行くあたりがやっぱり生存力としては高くなりますよね。体力値が低い分 HP 回復でその分補填できるんで、いや大きいですね。はい、そしてユキさん、アンチ生姜勢、いや身内にアンチがいる。あ、生姜苦手なんですね。岩下の新生姜、みんながみんな好きな味じゃなく、むしろ嫌いな人も多そうなところが魅力なんで、もう単純に辛いの苦手な人は全員岩下の新生姜嫌いですから、うん、わさびの方が好きな方もいますね。私も寿司と一緒に食べるんだったら絶対にわさびですね。でも岩下の新生姜焼きそば食べてくれたんですね。いや、なんか嬉しい。ありがとうございます。さあ、そしてロバートさん見ていきましょうか。はい、コタちゃん1400万格上ですね。はい、コタちゃんの細かいステータスはこんな感じで、さあ見ていきますか。はい、もうちょっとガラハットここに置きましょう。はい、めまいかけられちゃいましたね、師匠ちゃんの。100% の確率でつけれるめまいなんで、60% だと当たることありますね。はい、で、コタちゃんの攻撃半分ぐらいでハンニバル耐えました。さあ、そしてそのままスキル2。はい。長老キャラクターが2人いる場合には、上の方の長老キャラクターに行くので、まあ、基本こういう風に並べると必ずハンニバルの方から耐久するっていう形になりますね。はい。スキル2もしっかりハンニバル耐え切りましたね。いや、これはすごい。さあ、そして5ターン目。ハンニバルが、はい。また援護状態入って、はい、しっかりスキル1また耐え切りますね。はい、2巡目も耐え切りました。さあ、2巡目のスキル2はどうか。そろそろ復活ぐらい使わされるか。いや、耐えますね。いや、この硬さ素晴らしい。さあ、一方ガラハットの方はどうか見ていきますか。はい、長老6ターン、踏破6ターンのガラハット、はい、6ターンあればもう全然効きませんね。さっきハンニバル半分ぐらいまで削られてましたが 80% ぐらい残してますね。さすが6ターンの踏破。はい、ただ2巡目踏破が5ターンになって、はい、耐久が落ちた状態になっちゃうんで、こっからは火力が伸びるかと思いきや、はい、スキルにも耐えましたね。まあ、ただもう、踏破がこっから4ターン、3ターンと下がっていって、耐久は落ちる一方なんで、はい、2巡目のスキル1ですね。コタちゃんのスキル1で簡単に、はい、殴られて3発目で落ちちゃいました。まあ、これもわかりやすく、長期戦になった場合のガラハッドの脆さ、露呈されましたね。はい、突然、キャンネットさんにガチトータちゃんお願いしました。あ、来た。仕事が早い。ありがとうございます。はい、とつでタワラトータちゃん、あ、1500万で、はい、ガチ武器つけてきました。はい、この状態で細かいステータスはこんな感じ。さあ見ていきますか。ハンニバルが聖護援護状態入って、トータちゃんのスキル1、はい、どのくらい変わるか。まあ、クリティカルが途中からこういう風に新月で抑制できるんで半分ぐらい受けて、ただこれスキルに致死ダメージ無視まで届くんじゃないか。あ、でもクリティカルが邪魔されるとスプラッシュが出なくなるんで攻撃回数減りますね。はい、それがあるんで、はい、持ってかれませんでしたね。ただ2巡目のスキル1でいかれちゃいそうですね、これは。はい、ここで致死ダメージ無視1回消費させられて、そのまま殴られて、はい、2巡目のスキル2でトータちゃんの、
はい、攻撃で落ちるというぐらいの耐久。さあ対してガラハットはどうか見ていきますか。はい、スキル1、火力アップしたトータちゃんの攻撃相変わらず受けませんね。ダメージ全然、まあ、ほぼ気にならないレベルで耐久しました。はい、ただこれ流血食らってるんでスキル2で HP 回復できませんね。いや、この罪悪流血が邪魔なんですよね。はい、スキル2も耐え切って、これでまだ HP 半分ちょっと減ったぐらい。いや、ここで HP 回復できてればってとこですが、ちょっとハンニバルが邪魔しちゃってますね、HP 回復を。いや、これ回復できてた場合どうなってるか見たいですね。あ、まあダメージ量見れば大体わかりますか。はい、トーハなくなった状態、100万回のダメージ。はい、これ、あ、HP 満タンでも落ちてましたね、このスキル1で。はい、ということで、まあ、長い目で見るとやっぱり弓小相手のトータちゃん、ハンニバルの方が受け止められているということが分かりました。となるとトータちゃん対策普通にハンニバルでいいんじゃないかってなりますね、これは。さあ、そしてお次、鹿之助さんの奈良公園南口デッキ。はい、水橋600万と宝刀700万。南口にこの2人いるなら明日新幹線乗っていくわ。はい、こちらも火力調整してくれてますが、はい、まず宝刀の細かいステータスはこんな感じで、はい、水橋先生の方の細かいステータスはこんな感じ。さあ見てみますか。はい、水橋先生のスキル1、まず、はい、125万のダメージ、5万2000のダメージ圧倒的ですね。はい、40万73万。うん、ここら辺の帽子からの攻撃なんかは両方とも苦手ですが、そうなってくると東波6ターンがもろに効いて、まあ、硬さはガラハットで、火力もガラハットなんで、はい、スキルに飛んできますが、やはりガラハットの方がダメージ小さく、まあ、攻撃力ベース防御虫連撃なんかで殴っていって大ダメージを与えていくというような形で、まあ火力の面まで含めたら、まあ、攻撃力今回ハンニバルの方が上に設定してありますが、それでもやっぱりガラハットの方が暴れてきますね。さあ、トハが落ちて一気にガラハットの方が今受けるダメージ大きくなりましたが、はい、スキル2で倒していくと。まあ1巡目はガラハドちゃんの方が防守に対して硬そうな感じありますね、これは。ユチンさん1200万の予選ちょっと見ていきますか。はい、細かいステータスはこんな感じで。さあ、奮起と雷害が乗った予選。はい、スキル1ハンニバル、いや、がっちり止めてきますね。はい、さすが筋力値ベース防御虫攻撃には強いハンニバル。さあ、スキル2の方も、はい、範囲攻撃巻き添えきましたが、まあ、範囲攻撃ぐらいだとガラハットビクともせず、はい、ハンニバルもしっかり耐えていって HP 全開まで持っていくと。いや、このペアうまいっすね。いや、ここに主力1体乗るとだいぶ手がつけられなくなりそうな感じ今からありますね。はい、2巡目もしっかり防いで、はい、ここでガラハドの徒歩終わっちゃいましたが、いや、どんどん妖精追い込んできますね。いや、反射で落ちてきました。ちょっとハンニバルとガラハドちゃんの相乗効果めちゃくちゃいいですね、なんか。はい、検証終わりました。はい、突然検証付き合っていただいてありがとうございました。はい、突然いかがだったでしょうか。まずは、まあ、ハンニバルとガラハドちゃんの硬さ比較していきましたが、まあ1巡目はどちらもバリ方でそこまで大きく変わらないっていうところで、やっぱり大きく変わるのは2巡目なだれ込んだ時のガラハドちゃんの耐久のダウンですね。まあハンニバルとかガラハドちゃんがいると結構2巡目まで生存するってことあると思うので、まあその際に落ちちゃうガラハドちゃんと残るハンニバルっていう感じで、まあ大きく明暗が分かれたかなっていうところ。まあここら辺から美化金だと、まず耐久面においてはハンニバルの方がおすすめですね。まあ、ただガラハドちゃんは耐久面だけでなく生後バフ剥がしなんかもできるキャラクターになるので、はい、その部分だったりスキル2の HP 回復の仕方なんかも主力にとってはめちゃくちゃありがたいんで、はい、そういうところも踏まえて、はい、この次教授にもう一本、今度はデッキ戦にハンニバルとガラハドちゃん入れた場合どうなるか見ていきますか。はい、とつで次回の動画までもう少々お待ちください。あ、と思ったらユーリさん来た。はい、トモエゴゼンちゃん持ってるね、ユーリさん。はい、ちょっと見ていきますか。1200万のトモエゴゼンちゃん、さあハンニバルとガラハットどっちが硬いのか、トモエゴゼンちゃんではっきりさせていきますか。さあ、トモエゴゼンちゃんのスキル1押す押す押す